では、続いて黒谷さんに、ま、はい、皆さんの笑顔の印象、<ー>ま、さん独りとめですか。<laughs> いいですか。はい、黒谷さん。はい。 今のお気持ちいかがでしょう先ほどからベストスマイル連発していらっしゃいますけれどもはいあの、はい、受賞のお話をいただいた時は本当にびっくりしたんですけれども、はい、あの普段私に接してくださってるさまざまな方々、えー、私のアイバーたち本当に皆さんの周りのも人たちのおかげで私の表情がこういうふうにあの笑顔が生まれたりとか表情が豊かになったりとか心が動いたりとかしていろんな表情につながっているんだなと思って本当に 周りに感謝しないといけないというふうに改めて思いました。受賞とっても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてマ宮さんいかがでしょうか。ちょっと照れくさそうに言っていらっしゃいますけれども。<laughs> あはいあの受賞本当にあのありがたいですし嬉しいんですけどあの一番最初にお話を聞いたときは、うん、にわかには信じがたいというかあそうかあ,あそうですねあの。 <laughs> あまりこう役柄とかでもそんなに笑顔のあれをしてこなかったので <laughs> 本当にっていうふうにマネージャーに言ってましたねあのだなのですごく今嬉しいんですけどちょっと照れくさいような恐縮してますね。はい それではここでですね毎年恒例になっているのでちょっとここでお願いがあるんですけれども、はい、お二人のお互いの素敵な笑顔をじっくりと目に焼き付けていただいて <laughs>、えー、それぞれの感想をちょっとお聞きしたい <laughs> で最初は間宮さんに黒谷さんの笑顔の印象をお聞きしますので、はい、黒谷さん間、はい、宮さんに向かって最高の笑顔でお願いします。 素敵な笑顔を見て、間宮さんいかがですか黒谷さんの笑顔あんまり、じゃその、<laughs> 直視できなくてあの、でもその、初めまして初めましてですなんですけど、はい、あの裏裏でも結構気さくに話してくださって笑顔のとても素敵な方だなと思います <laughs> あ嬉しい、ありがとうございます,すいこ,この内面からの笑顔っていう感じがして安心感があります <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。照れながら褒めていらしいです。では続いて黒谷さんに、ま、皆さんの笑顔の印象、ま、まとめ。いいですか。いいですか。はい。今日、今日一のベストスマイルで黒谷さんお願いします。さあ、黒谷さん、いかがでしょう。いや、もうギャップですね。あ、はい。普段のクールな感じと、この笑顔の。ね。 すごい可愛い感じがやられました。ねでもお二人とも共通してこう弾けるような笑顔のパワーっていうのがすごいですよね。うですか。うん。嬉しいね。あ,あの弾けざるを得ないんです <laughs> 今。すいません弾けさせちゃって。その <laughs> 弾けざるを得ないというか。いししはい。ね